海洋水産部は大韓民国の国家行政機関。1996年8月から2008年2月まで存在した後廃止されたが、2013年に復活した。外庁として海洋警察庁を管轄、日本と領土紛争のある竹島も管理する。 海洋水産部の長を海洋水産部長官と称し、国務委員が任命される。1948年7月大韓民国政府受立に伴い、交通部海運局と商工部水産局が設置されたのを起源とする。1955年2月海務九1966年2月水産九1976年港湾長が新設され、 1977年12月に、港湾町は海運港湾町に改称された。1996年8月、海運港湾町、水産庁、水路局を統合、行政自治部所属だった海洋警察庁も外町として編入し、海洋水産部が誕生した。2008年2月に廃止され、国土海洋部と農林水産食品部に吸収された。 2013年に復活した。僕ククネが海洋水産部を復活させると最初の長官に女性科学者の陰沈宿が任命され海洋水産部で初の女性長官として注目された。しかし当初より暴言が絶えないなど長官としての資質に問題があるとして野党だけでなくセヌリ党の議員からも批判されており僕ククネの独断的な 手帳人事の典型とされていた。2014年1月末に、四洲で発生した、原油流出事故の対応において、イン,ジンシ宿は、GS カルテックスが第一の被害者、漁民はその次と発言するなど被害者を侮辱する、言動を繰り返したため、国務総理の手原の解任権議権により、解任された。国務総理が、長官の解任権議権を発動するのは、歴史的に二度目であり、 2003年の最初の発動も海洋水産部の再落成に対するものであった。海洋、水産政策、漁村開発、水産物流通、海運、公安、海洋環境、海洋調査、海洋資源開発、海洋科学技術の研究、開発及び海洋安全審判に関する事務を鑑賞する。ありがとうございます。